てどんな気持ちですか？マジで全然わかんない。何が？歩くペースとか回り方とかもわかんないし、ポーズとかもまだ決めてないから、マジでわかんない。感覚はつかめた？全く全く。眩しかった？あ、ねえ、あ、何も見えない。ここ以外何も見えない。前にいる人とかも見えない。あ、前にいる人も見えないの？見えない。隣のゆいかちゃん見えた？見えた見えた。そう、さっきお話聞いたんだけど、本当だったら LINE ライブの特典としてオーディションのステージに出るっていう感じだったんだけど、コロナがあった関係でもう名だたるモデルさんたちの中に入っちゃったの。ニコルちゃんとかさ、メルルちゃんとかさ、あとは何だ、吉田あかりちゃんとかと同じステージだよ。そうだよ。死ぬんだけど、ちょっと鳥肌立つ。でね、これはいいんだけど、まあ、よくないんだけど、明日 TG 賞あるじゃん。しあさってからテストで、で、あさってまでに提出しなきゃいけない課題が3つある。寝る時間ない。まあ経験としてね、そう、やっぱ私ちょっと今足太いので、ちゃんと次出るまでに補足しようと思う。アドメイクしてもらいました。涙袋作る体操。なんかいつものメイクと違すぎて、どの角度が漏れるのか分かんない。顔が丸いですね、アンパンマン。TGC の方からお土産をもらいました。嬉しい。見てこれ、重いの。めっちゃこれ紹介していきます。中身をまず見てください。これね、あのルルルンって書いてあるの、可愛くない？これ、この中身から見ていきます。ありがとうございます。本当にじゃん。うん、ルルルンローションモイスト、気になってたやつ。ルルルンのしっとり化粧水です。じゃん、めっちゃそう、高級感。クレンジングバーム、クレンジングに楽しいという新機能、変わるアロマの香り付きだって、楽しみ。じゃん、クレンジングリッチシート、肌への摩擦感を和らげるシートで、ふんわりなのにきっちりオフ。パパイヤ酵素が入ってんだって。じゃん、なにこれ。うん、肌に心に1日10分のオーガニックケア、フェイスマスク。こんなのあったの知らなかった。じゃん、揺らがない肌へ、肌メンテナンス、エイジングケアマスク。なんかめっちゃヒタヒタしてるんだけど、これもすごい使えそう。面白い。これご機嫌って書いてあって、こっちマスクって書いてある。じゃん、あ、アキュールフェイシャルマスクセット。これリハーサルの時にこれの PR のステージ見た。サイコさんのプロデュースのフェイスマスクです。やば、超嬉しいんだけど。これQR コード、あ、これ、はい、QR コード QR コード配布。
私にとって、シートマスクは長年普段のスキンケアに使っているアイテム。夜だけでなく朝に使って24時間も使っている情報も私自身毎回ということです。どうしても私が手をつけて24時間も使ってですって。え、めっちゃ入ってるんだけど、超嬉しいんだけど、見て7枚ずつだ。アクアフェイシャルマスクっていうのと CBD フェイシャルマスクっていうのが7枚ずつ入ってました。ありがとうございます。これ超嬉しい。なんか特別な日の前日に使う。やば、超高級感ある。これウニでも入ってそう。これちょっと待って、これ会場のスタッフさんがつけてたやつだ。 PM2.5 のなんかシート入ってんだけど、フィルターかな。すごい。え、これね、光るマスクなんですよ。これ超面白いじゃん。アプリ入れてちゃんとその連動させて、これ光るマスクなので、会場の方がね、みんなつけててね、面白かった。これ後でママと一緒にやろう。これつけて渋谷歩きたいよね、うん、モデルウォーキングで次じゃん。公職売革命ウイルス侍ダイアリー。すごい。付着した菌ウイルスなどを水や二酸化炭素などへ分解除去する技術だって。消毒のやつこれ。え、すごいじゃん。じゃん、見てこれ、やばくない？デュオのクレンジングバーム。これさ、すごいね。え、緑ってなんだっけ、ノーマルタイプだっけ。やば、嬉しい。これうわー、お、スパチュラいる。うん、ちょっとだけいい匂いする。なんか今日の会場の匂いする嬉しい。これ今日何使おうかな、クレンジング。ルルルンも気になる。え、おしゃれ。これウェットティッシュのあれみたいになってる。ワンタッチ。え、いい匂い。今日これ使おう。あ、これも今日の会場の匂い。あ、いい匂い。なんか今日本当に全体がいい匂いで、多分ね、いろんなヘアオイルとかいろんなメイク道具とかをつけられてるから、いろんな匂いが混ざってるんだけど、めっちゃいい匂いだった。あといろんな方の香水。一回人間休みたい、浄化されたい。別に何かあったわけじゃないけどすごい可愛いプレゼントありがとうございます。12分も取っちゃった。じゃあクレンジングしよっかな。ルルルン使います。ルルルン使う。ちょっともったいないけど、メイク超ツヤ肌。もともとすごいツヤ肌にしてもらってたんですけど、あの舞台に上がる直前にスタッフさん来て、ツヤ足しますねっつって、めちゃめちゃツヤ足された。めちゃめちゃツヤツヤだったと思う。多分取っとこう、メイク。最近ね、メイクうまくいった日はこう真正面からノーマルカメラで撮って研究してます顔も手も乾いた状態で、不足のスパチュラで両方手に取ります。柔らかくなったバームを顔全体に広げます。黒ずみが気になる小鼻の周りを指先で細かく円を描きながら丁寧になじませます。水かぬるま用紙を両手に取りバームとなじませます。だってダブル洗顔不要。素晴らしい、天才。まあいいよね、こんぐらい。あ、乗せた瞬間すぐオイル化した。まあいい匂い。いや今日ね、メイクさんに肌綺麗って褒められて嬉しかった。若いねって言われた。でも今日 TGC 出た中で私が一番若いのかもしれない。中学生いなかったかもしれない。あ、それは嘘だわ。あ、それは嘘です。同い年かも。多分ポップティーンの同い年の子がいたかもしれない。肌につけた瞬間、爽やかに広がるフレッシュな香り。メイクとなじませると繊細で華やかな甘い香り。洗い流したら落ち着いて大人の香り。まずは3ヶ月間変化を楽しみましょう。少しずつ肌は変わっていきます。30日これを使い続けると肌がワントーン明るくなったり、洗い上がりのもっちりが持続したり、肌の調子が良くなるんだって。60日経つと肌に潤いを感じる、くすみが気にならなくなる、スキンケアが実感アップ。90日で毛穴が目立たなくなった気がする、肌の潤い、張りが高まった、小鼻の黒ずみが気にならなくなったってなるんだって。で、ブルーライトは紫外線より肌の深部に届き、色素沈着や乾燥など肌トラブルの原因になると言われてますって。今日はで、このクレンジングバームがブルーライト対策に役立つカロットリーノを配合してて、スマホや PC などのブルーライトによる乾燥や肌ダメージから肌を守ってくれるんだって。やば、すごすぎ。よし、落としていきます。やばい、超肌もっちもちになった。案件みたい。超肌もちもちになった。なんかね、洗ってる間もなんだろう、肌のイガイガがちょっとポロって取れてる感じはあったんだけど、すごい、すべもち。もともと LINE ライブで賞をいただいて、デュオプレゼンツ の TGC のドラフト会議みたいなのに出る予定で、オーディション参加者として TGC のステージに出る予定だったんですけど、コロナでそのオーディションがなくなってしまった関係で、 TGC の本物っていうか、何、ガチな方の TGC の普通のファッションショーに出れるよってなって、その時すごいなと思ったんですけど、まさかなんかこんなマジガチで、マジで何、知ってる人しかいないようなステージだとはまでは思ってなくて、みんなめちゃめちゃ可愛くて細くて
顔もちっちゃくてすっごい可愛くてびっくりしました。ヘアメイクの部屋みたいなの広くあって、そこにメイクさんとか髪の毛やってくれる方とかがわーっていて、そこにモデルさんもわーっていて、そこでわーってメイクするって感じだったんですけど、もうねびっくりしたよ。だって今までさインスタとかで見れた人がさメイクされてるのを見るんだよびっくりするじゃん、どうしようと思って。でも私今回そのオーディションで特別賞をいただいて出させていただくことになったんで、本当にみんなのおかげなんですけど、今度は呼んでいただけるように、呼んでいただく側になれるように頑張りたいと思います。あマジであのね今日はすごい楽しかったし、あのすっごい経験になりました。しかもねあんまりそのね見れないじゃん、そのこいつ 見てんな私のことって思われたくないから、あんまその見れないんだけど、うわーみたいな、うわーどこ見ていいか分かんないみたいな状況でしたけど、ずっとまた出られるように頑張りたいと思います。では以上 TGC に出演した日のアンの1日に密着でした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見て